アニメ早々のフリーレンの新企画ミニアニメが始動したみたいです。企画としては公式がデフォルメしたキャラがいろんな魔法を試していくというのがコンセプトらしくてですね、ミニアニメ早々のフリーレン〇〇の魔法というタイトルで今日から不定期で配信していくらしいですね。配信プラットフォームは YouTube ということで東宝アニメーションチャンネルで配信していくみたいです。初回のタイトルは考えていることを言ってしまう魔法ということで、ヒンメルがその魔法の餌食になっていましたね。個人的には魔法書の名前がめちゃくちゃ可愛いのでここをぜひ注目してほしいです。最近ねやっぱり東宝アニメーションさんってアニメの映像をセリフと一緒に流すとかいろんな取り組みをなさっている印象なんですよね。その取り組みの一つとしてこのミニアニメもあるのかなというふうに思います。尺も1分程度でショート動画としてもここから配信されていくんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね YouTube 今ショート動画がめちゃくちゃバズる傾向にあるので、だからこそね尺も1分程度なのかなというふうに思います。ってことで今日は早々のフリーレンのミニアニメが始まるという話をしていきました。フリーレンをねアニメ以外で見ることができるミニアニメ、ぜひねご覧くださいということで今日は終わりたいと思います。それではまた。